はい、ということで、うつけんシルバージムのうつけんでございます。今日はですね、中央林間に来ております。でここでですね、かの有名な、まあ僕のペルソナさんがセミナーやるってことなんで、ちょっと1日密着してやろうかなと思います。まあその様子をね、この動画に収めようと思うんで、最後も楽しめるとき楽しんでいく。それではじゃあ行きます。おざすおざすおざす今日一日よろしくお願いします。おざすすごいっすね、もうタンクトップ。いや暑いっすからね、やっぱ今日は気温が、はい、12度、鬼の寒さっすね。暑いっすね、はい、暑いっす。タンクトップじゃないと、まだ夏っす。あれでもつけんそのタンクトップっすよね、はい、それ暑いっすね。かっこいいっすね、そのタンクトップかっこいいっすね。つけんシルバージムかっこいいっすね、やっぱ今日一日よろしくお願いします。おーっす、どうす、おはようございます、よろしくお願いします。あ、すみません、なんか自分の Vlog なんかに出演していただいて出演ですか。はいはい、めちゃくちゃ嬉しいです。調子こくな手叩いてくる、腹立つわ。何ですか、腹立つ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨネダさんしか見ないって。そうだよ、ペルソナヨネダ声優だから。あ、ヨネダさん、そう、すみません。こういうとこあるんですよ。ちょっともうこっちで始まってるんですけど、待機ということでモデルの拓郎さんと謎に緊張して今喋っております。ペルソナは、はい、ここにね、ペルソナはここで喋っております。はい、じゃあ、このね、ちょっと動画撮ってる様子とかは携帯で撮っていきます。じゃあ行きますよ、行きましょう。はい、いつもこう、はい、話しながら切ってる裏側には、はい、実はあんだけ考えながら切ってるんですよね。お疲れ様でした。お前半戦やると思ってんすか。えとりあえず取っとくだけじゃん。ちょっと待って、早く食べなって。食べる、やば。あ、食べてください。はい、これどれでもいいか。じゃあ自分ここで、うわ俺のスカイへの愛情がすごいよ、わかるでしょ。うん、わかる。ほんと好きなんだよね。え、あの赤い人は最後に担当してもらった人。マジ嬉しいわ。あ、ちょっと俺あれダメ、さすがにアウターなしだよ。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。はい、食べてください。食べてから行っていただいて。あ、食べて、みんなで一緒、みんなで一緒に食べたいんだって。そう、一緒に食べてます。じゃあ、カワプロと一緒に買いに行きますよ。行きましょう。マジで寒いんで、マジですよ。血の都合戻ってくるんだよ。あ、はい、ちょっとじゃあ行ってきますね。はい、またコーヒー買ってきます。大丈夫ですか。ありますか。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、スキンソーそれ外行くのに来ちゃうんですか。言わないです、エレベーターの中だけっすよ。あれ、月野さん来ちゃうんすか。エレベーターの中だけっすよじゃあ脱いで、絶対脱いでよ。無理だから無理だから、本当に
そんな、ちょっと待って、寒い。アイスカフェラテ飲もうぜ。アイスカフェラテ、あえてのアイスカフェラテ。アイスカフェラテ飲みたい。はい、すいません、あのさすがに寒かったです。すいません、すいません、はい、寒いです。やばいです、やばいです、寒い。寒いです、もう寒いです、寒いです、寒くないでしょ。寒いです。寒くないキャラにした方がいいよ。寒くないキャラにした方がいい。ちょっと探検しようで、そっち。おう、うちの準備。お疲れです。お疲れ様です。おー、いっぱいうちのもね、置いていただいてる。あ、そうなんだ。そう、すげえ、こういうのもあるんだね。え、ってか普通にロフトみたいだね。そうですね、やっぱり安い。そうですね、高いね。ああ、てか美容師の人以外来れないよね。時間ないんで早くしまっていいですか。これ、いらないでしょ。これ、これご自身の著書です。自分も写真載ってるやつだ。デシャバンネルどれですか。どうなんだ、どうしてバケツ。俺じゃないから。自分ずっとあれっすよ、あのコーヒーか水だけっすよ、この2種。あ、もうそろそろ酒飲んでるわ。お酒って太りやすいですか。僕もよく分かってないですけど、太りやすいんですか。物によっては太るんじゃないですか。僕なんかもう糖質ゼロのビールと、うん、無糖のレモンサワーみたいなのしかしばいてないですね。そうやってカフェラテ飲もうとして、一日一杯って決めたでしょ。はい。パンとカフェオレは本当にどうしよう。なんその手の甲を両手をほっぺに当てる動作は見たことないそんな。うつさん何の具が美味しかったですか。栗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 が一番ない。それ何？銀なんか。ちょっと銀杏が、ガモさんすいません、銀杏だけちょっとステイホームしてます。書き込んでおります。え、最初のお客さん何時なんですか。最初の6時ぐらいですけど。6時、あ、今2時前で、まあ、準備とかいろいろありますもん。そうなんですよね。大変だ。お父さん、これ全部持ってっちゃっていいんじゃないですか。お店に置いちゃっていいんじゃないですか。始まったってとこで、
ここはね、講習で本当にマーケティング的なとこで、マーケティングのとこなんで、ちょっとやることないんで、早速編集取り掛かりたいと思います。いきます。もう今までの自分の知ってる美容師とは違うんですよ。これからの今日この授業だったらこれじゃないです。ここからはあなたたちの美容師 2.0 です。いわゆるコムドット的な、飲む点滴というスローガンで、1980年に今もよく回られているものが、今こういう現代の消費者の青春の飲み物で勝手になっています。ぜひ、ご一緒に、メンズ業界でいろいろやれたらと思っております。井原選手、ありがとうございました。夏も帰ってくると。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、帰ってきました、エースが。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れてますね。どうだったんですか、うつけんさんと。いや、もう非常に分厚い内容で。分厚めのうつけんさんのことですね。寒いっすね、タンクトップ。